皆さんこんにちは、秀樹です。今僕は今週末レースが行われるアイオワスピードウェイに来ています。ここアイオワは 0.8 マイルとショートオーバルでハイバンクなのでかなり G を受けます。なのでレース中ほとんど休む時間がなく、かなり肉体的にハードなサーキットです。2008年僕は予選7位からスタートしました。というのも雨で予選ができずにポイントスタンディングのスタートとなりました。レースは2位でフィニッシュしたんですけども、とにかく作戦がうまくいき、最後のイエローで僕はピットストップせずにステイアウトしたことが2位につながったと思っています。2009年またここアイオワサーキットから水が湧き出てしまって予選を行うことができず11位からのスタートとなりました。レースは本当にリスタート、ピットストップ、またサーキット上でかなりの数をオーバーテイクすることができ、本当にみんなが完璧なレースをして3位でレースを終えました。先週ここでチームはテストしたんですけども、残念ながら2コーナーでクラッシュをしてしまいました。でも僕はもう肉体的にも問題ないですし、車も直っているので、今週末、かなりいいレースができるんじゃないかと期待しています。また表彰台に乗る、またいいレースができるようにみんなで頑張ります。皆さん、練習、予選、そして決勝を IndyCar.com で見て、応援してください。頑張ります。